こんにちは、小太郎です。今日は8月の13日かな、あのグルドン福岡オフ会があります。で、夕方からなんですけども、ちょっと今から植物園行って、その後に天神へ向かってオフ会の方へ向かいたいと思います。木の松原団地南っていうところにおりました。ここから目的の花屋さんは多分徒歩1分で書いてあります。どこだろう、場所どこだろうって言ったら、バス停の真裏でした、というか目の前でした。お腹空いたのでタコライス頼んでます。涼しい店内で食べれるのはいいですね。タコライス来たー。花屋さんのエフェクトさん行ってきました。癒されました。さあ、そろそろジョンフナさんに会いに行ってこようかな。じゃん、大濠公園来ました。ジョンフナさんが大濠公園にいるっていうことなので、どこで合流だろう。大濠公園来ました。ジョンフナさんと合流なんか真面目に写真を撮るらしいあ、Vlog？ あ、そうそうそう、真面目に G5 を今日は使ってます。ドリキンさんがね、6K の方が、いやすごいですね、6K。 ドリキンさん、ブラックマジックポケットシネマカメラ 6K いっちゃってましたね。福岡オフ変化球到着です。実は1年前もここでオフやってるんですよね。懐かしいな。こんにちは、はじめまして。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。それも手滑りだ。はい、じゃあ
ゃ楽しく乾杯乾杯バンザーイバンザーイお疲れ様です。ブラックマジックが見れるもんと思ってた。あれどうしたかと思ってたの。あれでかすぎます。今日ドリキンさん6軒行ってましたよ。皆さん荷物になるけど、あらロマンチックな。おーすごい。お風呂の入浴剤です。これっていや、あれや、やっぱキャノンとニコンの差、これ出ないよね。若い子の口からキャノンって出るけど、多分若い子の口からニコンって出ない。福岡オフ終わりました。ちょうど1年過ぎたのかな。あ、もう少しで1年になるんですよね、福岡オフ。今日は新田さんも TY さんも新しく入っていただいて、とても楽しかったです。また次もつながるようにしていきたいと思いますので、参加される方お待ちしております。ではでは。